こんにちは。アマゾンスサポーター、堀秀夫です。今日はアマゾンのセラーアカウントの解説。この時にね、えー、過去、日本やアマゾン、オーストラリア、アマゾンなど、セラーアカウントを閉鎖した覚えがある場合は、アカウント作成前に相談してください。これ過去、アメリカ、アマゾンのセラーアカウントを閉鎖した会員さんがいました。まあ、同じメールアドレスで、 オーストラリアアマゾンのセラーアカウントを開設したと。そしたらもう即アカウント削除。でね、えー、この時点でアカウントとメールアドレスとパソコンと IPA アドレスとかね、えー、操作してる住所まで多分、紐、え、づ、ー、いちゃってますんで、まあ、ちょっと別のやり方すれば、あの、普通に登録できたんじゃないかなと思うところもあるんですけど、まあ、同じアドレスでやっちゃっても、どうもなんなくなっちゃったというね、えー、例がありました。 やりようがあるんですけどね、まあ、そのアドバイスしたら、ね、そこまでして、オフィスは Amazon やらなくてもいいです、みたいな感じでね、えーまあ、アカウント登録できなかったという会員さんがいらっしゃいましたんで、過去に、ね、Amazon のアドレス、Amazon のアカウントを、えー、削除したと。自分から削除した。あるいは Amazon から削除されたという経験がある方はね、えー、事前に相談してください。 あの一回登録して失敗してから相談されると、事前に相談された時よりも、全然打つ手がもうね少なくなっちゃうんで、えー、結局はね、えーと、登録するために結構手間とお金かかるという方法になっちゃいます。まあ、そうじゃなくてね、えー、簡単な方法で回避できるはずなんで、まあ、それでサポートしてね、えー、うまくいってますんで、ア、まあ、メリカ、まあ、自分で削除する人もいますしね、えー、まあ、 やばいからもう削除しちゃったとか、あるいは削除されてないけど、サスペンドのままという人もいると思うんですけど、まあ、いずれのケースでも、まああの、普通にアカウントを作って運営してますという人以外、ねえー、アカウントサスペンドになったことある、あるいは削除したことがある、自分から、あるいは削除されたことがある、まあ、そういった場合は必ず登録前にご相談ください。アマゾン o n サポーター、堀秀夫でした。